こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。今日はですね、お話ししたいことなんですけれど、ツインレイ男性がハートを開くということについてですね、ちょっとこの詳しくお話をしたいと思っています。というのもですね、この間、ビジネスパートナーの竹内京子先生とね、対談動画で、ツインレイに出会う男女のこの目的の違いっていうお話をしました。女性が精神的自立と経済的自立で、それに対して男性がハートを開くっていうことがですね、重要なね、目的なんですよということをお話ししたんですけれど、ただこのですね、ハートを開くっていうのは結構ですね、女性的な表現なので、実はね、男性にはピンとこないって方がね、結構多いと思うんです。そこでちょっとね、詳しくね、男性にも分かる表現で僕は今日お伝えしたいと思ってて、なのでこれはですね、ツインレイの男性の、まあツインレイだけじゃなくてなんですけど、男性側の気持ちを知りたいよっていう女性たちにも役立つ情報だし、あとはこの男性でね、ツインレイに出会ったと思ってね、悩んでいらっしゃる男性たちにとっても役に立つ情報になるかなと思います。あんまりね、やっぱね、女性に向けての情報ばっかりで、この男性たちに向けてね、やっぱどうせも男性少数派なんでね、スピリチュアルな世界で情報がないのでね、やっぱりこれ、僕語る必要があるかなっていうのが、感じたので、ちょっとお話をしています。はい。でね、このね、ハートを開くっていうことなんですけれど、これもっとね、やっぱね、男性にね、分かるようにね、ちょっとお伝えする必要があるなと言って、これ優しさとか温かさとか寛容さっていうのを学ぶと、で、そしてさらにその先で慈しみっていうのを学んでいくことなんですけれど、これはですね、言い方を変えるとですね、戦士をやめるっていうことであり、鎧を脱ぐっていうことというふうに僕は例えています。はい。これね、どういうことかというとですね、男女ね、関わらず、みんなですね、もうすごくピュアで繊細なハートを持った自分っていうのが、ね、誰にでもいるんですけれど、で、これが傷つくと、このインナーチャイルド、傷ついたインナーチャイルドってなるんですよね。で、ただこの男性たちっていうのは、この子供の頃から、すごく、ね、教育とか文化的な価値観とかで、この戦士的なあり方を植え付けられていくわけですよ。男は男らしく。強くなくてはいけないとか、人前では涙を流してはいけないとか、戦いに勝って競争に、ね、打ち勝つっていうような形で結果を出していくって、で、これがもう子供の頃からずっと続いて、大人になっても会社員とかになってもずっと続くわけですね。で、このプレッシャーに常に、ね、男性ってさらされてるんですよ。で、これは世界中の国みんなそうですね。男性ってこういうのを求められると。特に例えばね、日本なんかよりも韓国って国なんかの方がもっとですね、顕著で、やっぱ韓国って国はこれ徴兵制があるので、男性は基本的に全員徴兵に行きます。で、戦士としての兵士としての教育を受けるっていうことなので、このマッチョイズムをね、強烈に植え付けられるわけですよ。だから日本の男性よりもね、韓国の男性の方が僕ハートを開けてないとじゃないかなって思います。それよりは日本の男性の方がですね、ハートを開いているけれど、とはいえまだまだハートは開けてないかなということは思います。はい。で、このですね、ハートを開くというところで、このですね、植え付けられてっていうのがね、鎧のような感じです。そのさっき言ったピュアで繊細なね、本当のこの自分っていうのをね、守るために戦士であるっていうね、生き方っていうのをやっぱ植え付けられていくので、ね、それってすごいハートだから傷つかないためにみんな鎧を着ていくんですよ、どんどん。はい。で、それによってだから傷つかないよっていう自分を作っていくんですよ。で、それが強さだって僕らは教え込まれてきてるんですよ、男性たちっていうのは。はい。本当の強さではないんですけどね、これ実はね、鎧を着ててもそれは表面的に傷ついてないように感じるけど、実はインナーチャイルドめっちゃ傷ついていますので、男性たちのインナーチャイルドものすごく傷ついています。はい。でも鎧を着てね、戦わないと、いや、生きていけないと、こうやっぱりね、男性って圧倒的にね、こう社会に出てもどういう会社で働いてるかとか、どういう地位にあるかって、どれだけ年収をね、稼いでるかってめちゃくちゃ見られるわけじゃないですか。で、ぶっちゃけ女性たちだってそこを見ないで選んでないですよねっていうことなんですよ、ほとんど、ね、だから結局その評価に男性たちでさらされてるから、戦士辞めらんないわけですよ。で、ここでね、
ハートを開いちゃうっていうことは鎧を脱ぐことなんで、そんな状態でこんな無防備な状態でそんな戦いの中に入れないっていう恐れがあるから開けないわけですよ。でだけどツインレイとかに出会うと、まあツインレイだけじゃないんですよ実際ね、ツインソウルとかあのソウルメイトでも起こりますけれど、この鎧をちょっと強制的にちょっと脱がされるのでめちゃくちゃダメージふわーってなってダメージを受けちゃうわけですよね。うん、そうだからまた余計に鎧を着込んでギュッとガードを固めるっていうことが起こってくるんですよ。はい、でもそうこれがまあ男性がですね学ばされることでとっても辛いんですよ。戦いだから死ぬんじゃないかって本当にね、うん、ただ本当はそうじゃないんだよっていうことなんですね。今これに苦しんでる男性たち結構いると思います。はい、ただ僕はですねそのもうもっと心を開いてる、ね、ハートを開いてる状態だからハートを開いて世界を知ってるわけですよ。それで言うとだって今まではですね昔は本当にもう西洋の騎士が着てるような30キロぐらい重りがあるような鎧を着てたってわけですよ。めちゃくちゃ動きにくいんですよ。なんかねガチカッチカチですからね、うん、ダメージは受けないと感じるかもしれないけどカッチカチなのでめっちゃ身動き取れないわけですよ。で疲れるわけですよすっごい、ね、でもこれ脱ぎ去ったらですよ完全にもう言うなればもうジャージですよ。ジャージだったらめちゃくちゃ楽じゃないですか。軽くってスキップもできるしなんかね走り回ったりダンスもできるしっていうめちゃくちゃ自由で楽なんですよ。はい、だからみんな恐れてるけれどハートを開くことね、ハート開いた世界も本当に開いたらマジで楽なんですよこっちの方が本当にそうハートを開いて男性性のいい部分っていうのはちゃんと生かしつつ、まあこのハートを開くっていうこの鎧を脱いだ状態っていうのはとっても楽なので、まあそれは実は女性性でもあるんですけれど実は生きやすくなりますものすごく。はい、あのねこのアセンションの時代での男性のテーマっていうのはこの鎧を脱ぐっていうことで選手を辞めるっていうことなんですよね。これがとても大事で、ですね、聖書の中のねイザヤ書っていう中にねこんな言葉があるっていうのでちょっと紹介するんですけど、彼らは剣を打ち直して突きとし槍を打ち直して鎌とするっていう、ね、言葉が出てきて、これはもうね争いとか戦いが必要なくなったから剣とか槍っていうのを溶かしてそこからこの大地を耕すための隙っていうのを作ったり作物を刈り取る釜を作るっていうね、ようなことをね表現していると。つまりもうあそれが必要ないからそれを今度はこう僕たちが、ね、生きるための糧を得るための道具、剣や槍は人を殺すための道具、そうではなくて人が生きるっていうことをね生きるために命を育むための道具に変えていくっていう表現が出てくるんですよ。はい、これとても好きな表現で、実はちょっと前にですね紹介したマイケル・ジャクソンの Heal the World っていうね曲があって、でこの中でも実は引用されてるんですよ。でそれもあって僕とても感動してて、あの Heal the World っていう曲は僕はアセンションした後の地球っていうのを描いている曲だって思うので、まさにその世界ってその争いとか戦争とかがなくなったからもう戦うことが必要ない世界のはずなんですよ。でそこに行くためには今男性たちが戦士を辞めて戦うことを辞めるっていうことが必要なんですよ。でそのための一番今ね学びをしているっていうことだと思ってください。だからこれは男性はハートを開くっていうことが大事なんです。はい、ただね今過渡期にあってなかなか難しいっていうのはあります。だから最後にですね男性たちに希望になるお話をちょっとしたいなと思っていて、ハートを開いた方が僕はずっと活躍できるし社会的に活躍できるし経済的に僕は豊かになるって思います。はい、なんでかっていうとですね僕がもう30代前半の頃ですね本当に、ね、一企業の平社員に過ぎなかったんですけれど結構ですねすごく活躍されているので、ね、結構大手企業の子会社の社長さんとかね何千人規模の社員がいる会社の役員さんとかに結構可愛がられていたんですよ。はい、本当にねそういうね社長さんのね
家賃が60万円くらいするタワーマンションとかにホームパーティーでお呼ばれして、僕料理が得意だったんで、そこで出張シェフマンなんて感じでね、料理をいろいろさせてもらったので、めっちゃね、喜ばれてね、可愛がられたんで、いろいろ学ばせてもらったんですけど、そんなですね、めちゃくちゃ活躍していますよね。その社長さんとか、しかもね、大きいところの社長さんとか、役員さんとかやってるような人たちとか、いろんな人に会って、めちゃくちゃ生き生き来てるんですよ。で、すごいハート開いてるんですよ、はっきり言って。すごい開いてて、生き生きしてて、仕事もすごい充実してるし、なんかね、関係性っていうのもすごくいい。で、プライベートでもめちゃくちゃ趣味とかね、楽しんでやってて、なんか僕が会社で見てきたような上司のなんか、課長とか部長とかのもう人生に疲れて、なんか派遣社員の女の子とかになんか飲み会とセクハラするような嫌な親父じゃないんですよ。全然違うんですよ。まあでもそんなね、なんだろう、いろいろね、真面目っていうだけじゃなくて、とってもやんちゃでめちゃくちゃ面白いっていう感じで活躍してて、すごいハート開いてるなって今思うとね、感じるんですよ。つまりですね、ハートを開いて、そうやって実は社会でもとっても活躍できるんですよ。むしろそういうハートを開いてる人徳があるからこそ、部下もついてくるし、上の人からも信頼されるっていう感じになってて、すごくうまく回ってるっていう人たちを僕は結構見てたんで、ああ、なんかそれまでは僕お金持ちっていうのはなんか悪いとかね、社長とかやってる人はなんかね、なんか偏見があったわけですよ。結構親からの教育とか向けて。でも、こんななんか素敵な人たちがいるんだって。で、50代、60代になって、こんな風に生きてるって、自分も、50代とか60になった代になった時、こういう風になりたいなって思う、ちょっとモデルになってくれたんですよ、その方たちっていうのが。だから僕、ハートを開くっていうことで、社会で活躍できるっていう風になんか気づかされたんですよ。で、僕がこの起業っていう形によって、それを今実現してね、いるので、実際会社員時よりずっと高い収入を得て、ハートを開いた状態でお仕事ができています。で、ただ、起業しなくても、こういう社長さんとか役員さんとかね、いろいろ活躍した方見てるんで、それも僕は可能だと思います。なんかね、その自分に合うような、ちゃんと環境とかも選んでいくし、仕事っていうのもしていくっていう状態になってらっしゃるんですよね。だから、僕は男性たちに言いたいのは、ハートを開くってこと、ね、鎧を脱いで、ね、戦いをやめるっていうこと、怖いかもしれないんですけど、僕はその学びをしていった先に、すごくあなた自身が輝いて活躍できる未来が待ってますよっていうことをお伝えしたいと思います。僕はそれを見せられてきたし、それでそれを目指して僕自身もこうやって今なっているんで、だいぶ、他の一般的な人よりハート開いてんじゃないかなっていうふうに思うんで、ぜひこっちを目指しませんかということを思っています。で、それが最終的に本当に愛と自由と豊かさを受け取っていく世界につながっていくと思います。ということで、今日はですね、男性がハートを開くっていうことについて、よりもっとですね、分かりやすくというかね、男性にも伝わりやすいような形でお伝えしてきました。ぜひ女性たちの方もですね、男性っていうことの温かい目で見ていただきたいし、学びっていうのを、一緒にね、学んでいく、ね、間柄ですので、サポートしていただけたら嬉しいなと思います。ですね。じゃあ今日のですね、動画見て何かね、気づいたこととかあれば、コメントとか高評価ボタンをいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。で、やっぱりそのね、僕が言ったような心をハートを開いた生き方がライトワーカーだと思うので、ライトワークの方にね、行きたいなって思う方は、ぜひ、ライトワーカーに覚醒するメール講座っていうのを無料で提供してますので、この概要欄のところのリンクからぜひ登録していただけたら嬉しいです。じゃあ今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。今後もですね、いろんな動画アップしていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。